グセフの紋章、グセフは、ロシアのカリーニングラード州に属する都市。歴史的には、東プロイセンに属し、軍備年の名で知られた。リトアニアとの国境に近く、チェルニャホフスクよりも東に位置する。人口は、2002年全ロシア国勢調査によれば28,467人。グセフは、プレゴリャ川のシリューピッサ川に、 クラスナヤ川が合流する地点にある。カリーニングラード州の東部に位置し、ベルリング・ダニスク・カリーニングラード・ビリニュスミンスクを結ぶ、ヨーロッパ高速28号線が走る。州都カリーニングラードからは東へ1 2 4トルリトアニアとの国境へは3 7トルポーランドとの国境へは3 8トルグセフの中心。 かつての軍敏年の県庁舎軍敏年は、プロイセン王国の東プロイセン州、軍敏年圏の中心地であった。13世紀に、ドイツ騎士団が征服し、1525年のプロシア、工領成立時には、カリゴクマン、1576年の地図では、ビサーケームと呼ばれた。1580年の記録で、軍敏年という地名が所出しているが、 これはリトアニア語のグンビネに由来する。1724年5月24日に死となったグンビネは1656年のタタール人による襲撃と1709年から続いたペストによって人口減少に悩んでおり18世紀初頭には入植が進められスイスやオーストリアから誘致されたプロテスタントの集団が移り住んだ。 七年戦争では1758年から1762年にかけてロシア帝国軍に占領された。1807年にはフランス軍により占領され、1812年にはロシア遠征途上のナポレオン一世が滞在している。1860年の鉄道開通後は産業が発展し、夜勤や機械などの工場が建った。1890年時点では、 人口は12,207人、内カトリックが269人で、ユダヤ教徒が95人だった。第一次世界大戦では1914年8月18日から19日にかけて、ロシア軍とドイツ軍が衝突する軍備年の戦いが起き、ロシア軍は大きな犠牲を払いながらもドイツ軍を圧倒し、軍備年を一時占領している。第二次世界大戦では、 独祖戦末期の1944年10月21日から、赤軍とドイツ国防軍の間で、戦車戦が起きたが、ドイツ側は1945年1月まで持ちこたえた。1945年1月21日、赤軍の進攻により軍備年は破壊された。戦後は、ソビエト連邦のカリーニングラード州に属し1946年9月7日に、 グセフと解明された。グセフとは、1945年1月に、軍林年をめぐる戦いで戦死し、死後に、ソ連邦英雄の称号を贈られたセルゲイワノビッチ、グセフ大尉にちなんでいる。ありがとうございます。